広島電鉄か50系電車とは、1979年に登場した広島電鉄の路面電車である。750系の元大阪市電1600系である758号及び759号を無害化車化改造して誕生した。改造後から現在まで貨物用途を含め定期運行はない。かつては5月の広島フラワーフェスティバル期間中や9月の 秋の全国交通安全運動期間中に装飾を施して花電車として使用されたが、現在はラッピング装飾を施した線型を使用した営業運転に変更された。現在は51号のみが使用され、52号は荒れて車庫に保管後、2013年4月に解体された。51号は過去2度、 1979年と1980年に広島東洋カープがセリーグ優勝を果たした際にも花電車として使用されたが2016年9月1991年以来となる25年ぶりのリーグ優勝を果たしたことを受けて運行後に日本一となった1979年と1980年の元を担ぐため2016年10月から36年ぶりに セリーグ優勝記念下電車として復活した。2017から2018年もリーグ優勝を果たしたことを受けて10月末日までセリーグ優勝記念下電車として運行された。普段はエバァ車庫に留置されている。ありがとうございます。